佐々木敏郎街灯の義英教1義英教が歩道に向かって街灯の風景を恐ろしく誇張していた青白い顔の若い男が34人のものに青い作業服の腕をつかまれて立っていた そのそばで商人風の背の小さな男が鼻血を拭ってもらっていた。喧嘩かその周囲に人々が集まりだした。何かあったんですか儀影響の中に無数の顔が歪み出した。喧嘩したんですね。いや気が変らしいんですよ。 あの、髪の長い男がですか青白い顔の男は、長い頭髪をふさふさと振り立てていた。そして周りの人たちを睨むような目で見た。どうしたんだ、どうしたんだ。巡査が群衆をかき分けてそこへ入ってきた。続いて二人の男が汗を拭きながら群衆の前に出た。喧嘩ではないんだな。 ジュンサは自分の後ろについてきた男を見返りながら言った。ええ、何も言わずに突然ガーンと殴りつけたんです。君はどうしてそんな乱暴をするんだねジュンサは青白い顔の男の肩に手を置きながら怒ったような顔をして言った。男は何も言わずにジュンサの顔を見つめていた。 気が変らしいんですよ、どうも。誰かが言った。青白い顔の男は、ただ時々静かに頭を振るだけであった。そして、気厳そうな目で周りの群衆を眺め回すだけであった。気が変になったにしても、何かきっかけというものがあったの。巡査は、 鼻を押さえて仰向きになっている男のそばへ寄って行った。それはそうですが、やっぱり気が変らしいんですね。私はそこの店に座ってよく見ていたんですが。こう言って、儀営卿の前から焼き栗屋の主人が巡査の前へ出て行った。どっちから来たのか。私の気がついたのはそこの鏡の前に立っている時なんですが、その時はちっとも変わった様子がなかったんです。 それが。この若者は毎朝出掛けに私のところでタバコを買っていくんですがね。三、四軒先のタバコ屋の主人がこう横から口を入れた。前には毎朝きっと二人で出かけていましたがね。この若い者よりは背の高いメガネをかけた若い者と二人で。 それがいつの頃からか一人になったんですが、それでも毎朝きっと私のところでタバコを買っていくんですよ。そうですね。一人になってから一ヶ月以上にもなりますかな。きっと私はこの先の鉄管工場へ行っているのにそういないと思うんですがね。しかし、 今朝もタバコを買って行ったんですが、今朝は何でもなかったようでしたよ。何しろ、そこの鏡の前に立って、しばらくじっと鏡を見つめていましたよ。きっとそのうちに気が変になったんだと思うんですよ。その鏡は、そんな風に何もかも変に映る鏡なもんですから。鏡の中の世の中が本当なのか。 本当の世の中が本当なのか、ちょっと変な気がしますからね。それでこの男も、やっぱり気が変になったもんですね。ガラガラとこの店のものを手当たり次第に投げ出したんですよ。で、たくの若い者が止めようとして出て行ったら、抑えもしないうちに鼻っ柱を殴りつけたんです。鼻血が出ただけで大したことはないんだな。ええー、こっちは別に。 じゃあ、とにかく、本社まで連れて行って調べるとしよう。巡査はそう言って、青い作業服の腕を掴んだ。青白い顔の男は、不思議そうに首をかしげた。犯行をしそうな様子などは少しもなかった。さあ、先に立って歩きたまえ。巡査は腕を掴んで前へ押しやるようにした。男は、 何かしら全く意識を失っているもののようにヨロヨロとした。群衆がその周りで急にどよめいた。旦那ちょっと待ってください牛ろのようにどよめき出した群衆の中から、茶色の作業服を着た中年の男が叫ぶようにして巡査の前へ出ていった。なんだ君はこの男を知っているのかい 巡査は立ち止まっていった。はい。同じ工場に働いている男なもんですから。旦那、できることなら私に預けてくださいませんかな。この男は気が変になったって言っても、神経衰弱がひどくなったんで大したことはないんで。工場のものはみんなよく知っているんですが、あることからひどく塞ぎ込んで、まあ、 神経衰弱がひどくなったんで。別に罪を犯しているというんじゃないから、君の知っている人間で引き取っていって保護を加えるというのなら、そりゃ引き渡すがねえ。しかし、どうも意識を失っているというような点もあるから、よほど、その、気をつけないと言うと。吉本、一体どうしたんだえ しっかりしろよ茶色の作業服は青い作業服の肩を叩きながら言った。青い作業服の吉本は自分で自分がわからないらしく首を傾けて考え込むようにした。本当に、しっかりしなきゃダメじゃねえか茶色の作業服はもう一度吉本の肩を叩きながら言った。しかし吉本は やはり半ば夢を見ているというような具合であった。群衆がその周りから口々にわめき立てた。一体、その神経衰弱になった原因というのはどんなことなんだね巡査は厳粛な顔をして茶色の作業服に聞いた。友達関係からなんですがね。何か深い約束があったと見えて、 まるで兄弟のようにしていましたっけその友達の長峰ってのが約束を保護にしたらしいんですよ。その約束っていうのはどんなことかわからないのかね二人とも大学を中途で引いてきた人たちで約束をしたのは大学にいる頃らしいんで私たちにはよくわからないんですが人の噂ですと労働運動らしいんですよ。 何でも二人で一緒になって私たちの工場の中へ組合を作ろうっていう相談をしていたらしいんですがそうしてまとまりかけていたんですがその長峰って男はどういうものか急に気が変わってしまって工場を出て行ってしまったんですそれで組合の方もおじゃんになってしまったし兄弟のようにしていた友達がいなくなって 寂しくなったんですね。それから急に塞ぎ出したんですから。しかし、それにしても、儀影響を見ているうちに気が変になるというのは、ちょっと不思議だかな。とにかく、じゃあ気をつけて連れて行ってくれ。巡査はそう言って、そのままそこから群衆の中へ割り込んでいった。そいつは二人組の詐欺だろ。う 群衆の中からそんな声が起こった。そうして群衆は潮彩のように崩れ出した。吉本、本当にしっかりしてくれ茶色の作業服は、そう言って吉本の手を引いて群衆の中へ入っていった。二。 鉄管工場の職工たちはひどく吉本に同情した。彼はその後も幾度かその発作的症状に襲われ続けていたから。しかし彼の発作的症状は大抵すぐ回復してしまうのが常であった。彼の発作的症状は夕立ちのように知人の間を騒がせて、その日一日は頭を振り振り意識を失ったもののようにしているのであるが、 翌朝になると、もう何事もなかったもののようにして、いつもと同じように工場へ出てくるのであった。吉本、あんな奴のことはもう忘れてしまえばいいじゃないか。こんな風に工場の人たちは言った。女のことででもあるなら、いつまでも忘れられねえってこともあるだろうが、他のことと違って、そんな裏切り者のことをいつまでも思い切れずにいちゃ、 運動なんかできないじゃないか。鉄管工場の中の同士たちはそんな風にも言った。吉本はすると幾分か顔をあからめるようにしてニヤニヤと微笑みながら昨夜の夢の中の出来事をでも思い出すようにして言うのであった。自分でもそう思っているんだがね。しかしどうにもならないんだ。だから、 長峰のことを思いつめていると発作が起こるというのじゃなくて長峰のやつが俺の頭をそんな風に作り変えていったんだ僕だってもう長峰のことなんか忘れているんだから長峰のやつめんしようのねえやつだな工場の中の組織は作り変えやがらねえで 吉本の頭なんか変に作り変えやがってさ職工たちはそんなふうに言ったりした。しかしもう大したことはないんだ。すぐよくなるよ。吉本はこう言って平常は少しも変わったところがないのだが時にはそう話している途中から発作に襲われることがあった。 おっさに襲われる時の吉本はその直前まで少しも変わった様子がなくていて突然に相手の頭部を殴りつけるのが常であった《なんだい貴様は冗談はようぜ!》冗談をしているのだと思って吉本の顔を見ると彼の顔はもう変に緊張してしまって静かに頭をフりフり気厳そうに相手の顔を見つめているのであった なんで、吉本冗談じゃねえのかしかし吉本は、その時にはもう何事も判別がつかぬらしく、そしてそれ以上には凶暴になるらしくもなく、ただじっと相手の顔を見つめているだけであった。時々、静かに頭を振りながら。三。 鉄管工場の経営者側にとっては最もいい機会がやってきた。何らそのきっかけになる事件がないだけで追放することのできずにいた人間が凶暴な発作を起こすようになったのであるから。吉本は人事係の前に呼び出された。君は近頃少し具合が悪いそうじゃないかね。一体どんな風なのかね。 こんな風に人事係は言った。別に大したことはないんです。君は大したことがなくても、一緒に働いているものは随分迷惑らしいからね。微笑みながら人事係は言った。少し工場を休んで静養してみてはどうだね。取り返しのつかないようなことになると、 後で後悔してみたところで仕方がないからそれはそうですが僕は今すぐ工場を休むとなると生活ができないんです静養するようだったら工場の方からいくらか金を出すからまあゆっくり静養するんだねそして回復したらまた来たらいいじゃないかねしかし 大したことはないんですよ。ただ、こうして話しているうちに、なんか、こう。吉本はそう言いながら、人事係の机の上からインクスタンドを取って、それを手にしたかと思うと、人事係の頭部をめがけて投げつけた。おいおい、何をするんだ冗談はよせ、冗談は。 朝の白服をすっかりインクだらけにされて人事係はうろたえながら言ったしかし吉本にしては決して冗談ではなかったのだ彼は静かに頭を振りながら気厳そうな目でじっと相手の顔を見つめているのであったそしてとにかく吉本はいくらかの金をもらってその鉄管工場を追い出されて行った 4吉本が郊外のとある丘の上に長峰の家を訪ねて行ったのは彼が工場を追い出されてから約1週間ばかりの日が経ってからであった長峰がそこにある一人の女性と家を持ったのはひどく突然であった彼の友人の誰もが知らずにいたほどで長峰と最も親しかった吉本でさえ 1> 1ヶ月余りも日が経ってからある偶然のことで知ったほどであったそういう意味から突然というよりもむしろ秘密にされていたというべきであった少なくとも吉本の受けた感じは秘密なプログラムであった鉄管工場の人たちが観察しているように吉本が憂鬱になったのは長峰が彼らを裏切って行方をくらましたからではなかった 正確に言うと長峰の裏切りに対して吉本が憂鬱になりだしたのは行方をくらましていた長峰を発見したその日から始まっていたというのは実は長峰の行方を見失うと同時に吉本はある一人の女性の行方をも見失っていたからである吉本は自分から同時に姿をくらましていったこの二人の友達を まず、その、秋川雅子という女性の行方から探しにかかったのであった。最初に吉本が、中学校からの友人、秋川の妹の雅子を知ったのは、彼が高等学校に入ってから間もなくのことであった。そして吉本はやがて、秋川の妹の雅子を、ひどく愛し出したのであった。が、 同時に長峰もまたその頃から彼女を愛し出していることを知ったので、彼は自分の愛情を結婚に向かって進めることをやめてしまったのであった。親しい友人の間で彼女を奪い合うというようなことが嫌だったからでもあったが、本人の彼女の態度が誰の方をより多く愛しているのか、どうしてもはっきりとしなかったからでもあった。そうして彼らは、 自分たちの方からなるべく彼女のことを忘れようと努めた彼らが工場へ入って労働運動というような仕事に身を投げ出したのもある意味ではその積極的な一つの表れということができたしかし彼らはやはり容易に彼女のことを忘れることができなかった「おい秋川のところへ行ってみようじゃないか」秋川は、 僕らとは階級が違うから、思想的に立場が違うから仕事は一緒にやっていけないが、友人としてその友情だけは続いているのだから。彼らはそう言ってよく秋川の豪壮な邸宅を訪ねていった。そして彼らの共通な友情は秋川の上に続けられていくと同時に妹の雅子の上にも同じように続けられていた。 そんな風にしているうちに、長峰が突然どこかへ姿をくらました。吉本は何かしら片腕の自由を失ったような寂しさから、ほとんど毎晩のように秋川を訪ねていくようになったのであったが、彼はふと妹の雅子の姿が一向に見えないことに気がついた。雅子さんはどうしたんだね少しも見えないね。 吉本はとうとうこんなふうに聞いた雅子は恋をしてこの家を出て行ってそのまま帰ってこないんだ対外の見当はついているんだが僕がわざと探しに行かないんだ父や母はいろいろ言ってるんだけど僕の考えでは彼女の自由を束縛するわけにはいかないからね秋川はそんなふうに言ったきりであった 吉本はそこで彼女の行方を探し出したのであった。長峰が自分を裏切ってどこかへ行ってしまった以上、政子の上に自分の愛情をどんなに進めようと差し支えはないのだと考えたから。しかし、いよいよ彼女の住んでいる家を探し当ててみると、そこに長峰の表札がかかっていたのであった。 吉本はそれを見届けておいただけで、彼らの平和と幸福とをかき乱すようなことはしなかったが、鉄管工場の方を追い出されてみると、やはり秋川と長峰のところより他には、訪ねていくところもなかった。五。青い芝生の丘に張り出されているバルコニーの上で、 富士棚の緑を頬に染ませながら、雅子コは毛糸の編み物をしていた。雅子さん吉本は庭から声をかけた。彼女はひどく驚いて、懸幻そうに彼の方を見た。僕です。吉本です。あら、吉本さん。よくおいでくださいましたわ。しかし彼女は微笑みながら赤くなった。 随分あちこちを探して、ようやく分かったんですよ。第一、転居通知をくれないなんてひどいや。本当に、ごめんなさい。どなたにもあげなかったのですから。本当によくおいでくださいましたわ。どうぞお上がりくださいな。長では今日は土曜日ですから、時期帰りますわ。まあお上がりになって、ゆっくり遊んでいってください。 僕に、水を一杯ください。吉本は、そこのコンクリートで畳まれた階段を上がりながら、あえぐようにしていった。今、お茶を持ってこさせますわ。まあ、ここへおかけになって。実は僕、四五十日ほど前に、ここの家を探して来たことがあったんですよ。本当は、僕は雅子さんを探しに来たんだけど、 偶然のこと長身での居場所まで分かって、驚いて帰ったんですよ。吉本は与えられた椅子に腰を下ろしながらそんなことを言った。その時、遊んで行ってくださればよかったんですのに。彼女はまた顔を若くしながら言った。でも、幸福そうだったからな。あの頃は僕が顔を出すのは、 幸福な小鳥の巣を鷹が覗くようなもんだと思って、そのまま帰ってしまったんですが、そのおかげで僕は、すっかり神経衰弱になってしまったんですよ。兄から聞きましたわ。それをお聞きして、私どうしていいかわからない気がいたしましたの。みんな私から起こっていることなんですから。彼女は、そして、 彼の顔をまともに見ないように自分の膝の上に目を落とした。まさこさん、あなたは幸福なんですか吉本は突然思い出したようにそんなことを聞いた。さあ、どう言ったらいいんでしょう。兄からそのことをお聞きするまでは、まあ、幸福だったかもしれません。 でも、吉本さんのことをお聞きしてからは、私なんだか幸福で亡くなりましたわ。みんな私から怒ったんだと思うと、どうしても幸福な気持ちにはなれませんの。長身では、一体僕のことをどう思っているんでしょうね。長身でも吉本さんのことは大変気の毒がっているんですわ。そして長身でも、 やはり自分から起こったことだと思っているんですの。自分が裏切らなかったら、吉本さんはどうもなかったように思ってるんですから。じゃあ、長身では、僕が、まさこさんを愛していたのを、知らなかったのかしら知ってはいたでしょう。でも、自分の方が、吉本さんよりも、もっともっと、 それは誰だってそう思うだろうけれど。それで、雅子さんもそう思っていたんですか最近まではね。でも、私にはわからなくなってきましたわ。長峰さんと吉本さんと、立場を置き換えたら、あるいは長峰の方が吉本さんのように神経衰弱になっていたかもしれませんし。 私には、わからなくなってきましたわ。彼女はそのまま口をつぐんでしまった。二人の間には、長い沈黙が落ちてきた。六。長峰はそれから間もなく帰ってきた。最近丸の内あたりの会社に勤めだしたらしい。 彼は白浅の背広を金繰り捨てながら慌て気味にバルコニーへ出てきた。吉本やあやあ。やあ僕は君に合わせる顔がなかったんだ。よく来てくれたね。長峰はひどく興奮して吉本の手を握った。本当によく来てくれたね。僕は君が怒っているかと思って。 怒ってやしないがね。君はまたすっかりプチブルになってしまったじゃないか。別段に喫煙する様子もなく、吉本は微笑を含みながら言うのであったが、長峰には何かしらヤスリにかけられるようなものが身内を走る感じだった。それだけは許してくれ。僕は本当に君にはすまないことをしたと心から思っているんだから。 長峰は幾分か顔を赤くして頭をかきながら言った。僕も何も君を責めているのじゃないんだ。ただ君の持っている思想も結局本物ではなかったということを言っているだけなんだ。僕は君からそれを言われるのが辛いんだ。僕のあやふやな思想が態度が君を病気にしたのだから。長峰は 吉本の顔を見ないようにして、一塊の鉄のように頑丈な自鉄製の灰皿へタバコの灰を落としながら言った。そりゃあ君、君だけじゃないさ。あやふやといえば僕だってあやふやなんだ。要するに人間なんて一個の義英鏡だよ。種類はいろいろあるだね。しかし、義英鏡だよ。 我々は我々の環境の中で我々という義影教を作られてきたんだ。そして我々という義影教は大学を出て養高して博士になって、そして死んでいく。これを当然の世界として映していたんだ。型通りにね。型通りに。ところが世の中にはこれを当然として映さない義影教もあるんだ。 環境によってはね。例えば僕らが工場へ行ったのだって、少なくとも我々という義営鏡のガラス室が今までとは違ったかまどの中で異なった義英鏡に作り変えられたものだったとも言えるんだ。だから僕だって、こうして一人ぽっちになれば、またどんな義営鏡に作り変えられないとも限らないんだ。そういう意味で、 僕は決して君を責めやしない。君がどんな風に世の中を見ようと、長峰という義英郷は長峰という義英郷なりに世の中を映し取っているのだから。そして僕は僕という義英郷なりに世の中を映し取っているのだから。しかしね。吉本はそれだけを言って深いため息を一つした。 吉本の言葉が長嶺には一つ一つ皮肉に聞こえてくるのであった。しかし僕も自分の立場が誤っているということだけは知っているんだよ。しかしどうにもならないんだ。今の僕自身の鏡で世の中を映しているのではないような気がするんだ。これを君流に言うと僕は 僕の周囲の義英鏡の照り返しを受けてそれを反映しているだけで、自分の写し取ったものは一つとして外面に出していないような気がするんだ。少なくとも、今のところ、その、君の周囲の義英鏡っていうの、を一体誰のことなんだ雅子さんのことかいそれとも、雅子さんの実家のことかい 吉本トは、遠い椅子の中にほとんど仰向きになるほど深々と埋まって、微笑を含みながら言った。そう具体的にあげろと言われちゃ、何にも言えないがね。君が義英教の話をするから、僕もそれを例えに使っただけで。長身でもそう言って、今度はまともに吉本の顔を見ながら爽やかに笑った。そこへ雅子が、 女中に果物やサイダーなどを持たせて出てきた。彼女は清楚に薄化粧を吐いて、一層綺麗になっていた。さあ、どうぞ吉本さん。彼女はそう言って彼らのコップにサイダーをついだりした。秋川の妹であった頃に比べると、彼女はいかにも若妻らしいしとやかさを見せていた。何もかわわないでください。 それよりも、雅子さんも僕らの仲間に入っちゃうどうですえ入れていただきますわ。彼女は明るく微笑みながら、そばの椅子に腰を下ろした。中身ね。それで君は一体、今どんなことをしているんだ今は、作手階級なんだ。勤めているんだろう。一体何をしているところなんだ これさ、こんなものをこしらえる会社の事務所なんだ。長峰は爪で自鉄の灰皿を弾いてみせた。灰皿は金属的な余韻を引いて鳴った。バカに頑丈なものなんだね。売れるのかね売れるには売れるんだが、どうもそのやり口が面白くないんでね。いわゆる、君の言う偽影鏡なんだ。 たとえ一万円の儲けがあっても、決してそれだけには映してみせないんだから。我々の目から見ると、義英鏡も華々しいもんだよ。義英鏡の話は予想。雅子さんの前で義英鏡の話をするのはいけない。あら、私に聞かされないお話なんですの雅子さんは、義英鏡を知っていますか 吉本は微笑みながら言って、自鉄製の灰皿をしきりにいじっていた。知っていますわあの、変に歪んで映る鏡でしょ吉本、君こそ義英鏡に取り憑かれているんじゃないかさっきから義英鏡の話ばかりしているじゃないか。それに、最初に発作を起こした時も義英鏡の前に立ってじっと見つめていたそうじゃないか 僕には、あの鏡で非常に面白く考えられるんだ。あの鏡の中の世界を考えてみたまえ。例えば、僕がこうして、吉本はそう言いながら、重い自鉄の灰皿を持って統一から腰を上げた。この灰皿は、馬鹿に重いね。いいかね僕がこの灰皿を、 こうして、吉本はその灰皿を高く持ち上げながら言った。こうして、僕が、いいかねおい、君彼は長峰の額をめがけて、その灰皿を打ち下ろしながら叫んだ。こうしてやるのさうお 長峰は、そこへどっかりと倒れた。彼は、その頑丈な自鉄の灰皿のために、全学部を完全に割り砕かれていた。吉本さんあなたは、あなたは雅子は恐怖に震えながら叫んだ。雅子さんあなたは、 あなたの一番に愛していた人を殺したんですね。あなたは、長峰を殺してしまったんですね。まあ、自分が殺しておいて、何を言うんです。世の中の義英鏡がどんな風に映そうと、雅子さんが自分の一番に愛していた男を殺したことに、 違いないはずだ。まあ、この人は。雅子さんは、僕の一番に愛していた女だ。長峰は僕の一番に愛していた男だ。その長峰が殺されてしまったのだ。 自分が一番に愛していた人間が自分の目の前で他人に殺されるのを見つめているなんて。そして、どうにも応援のしようがないなんて。実際こんなたまらない気持ちはない。吉本さんあなたは長峰を恨んでいたんですかなぜあなたを裏切った私を殺さなかったんですの 殺してください私を殺してください彼女は叫びながら吉本にすり寄っていった。彼女は涙さえ流しはしなかった。あまりに突然な出来事のために彼女はひどく興奮しているだけで、自分の感情を悲しみにまで持っていくことができずにいるのだった。 7全学部を割り砕かれて死んだ長峰の死体が取り片付けられると吉本はすぐに病院に入れられた彼の発作的な行動はこの先どんなことをするかわからないからであるそして長峰と吉本と一人は死んでいき一人は病室の中で滴っていった 死んだものはそれでいい長峰の苦悩と恨みと彼のすべての感情が決して彼の死体の上に残っているのではないのだから彼の残していった感情を最も細やかに鮮明に受け取っておいたのは政子であったそういう意味で政子は最も悲しい恨みの中にあったそして政子はあの時に吉本が最後に言った言葉をよく思い出した 自分の一番に愛していた人間が自分の目の前で殺されるのを見つめているなんて。そして、どうにも応援のしようがないなんて。実際こんなたまらない気持ちはない。雅子はその言葉を、あの時は出まかせの言葉として、しかも反語的な皮肉な言葉として、ただわけもなく踏みにじってしまったのであったが、今にして思えば雅子は、 胸をえぐられるような心理をその中に感じた。そして雅子は、それを吉本が自分に投げつけた皮肉な判語としてではなしに、吉本の胸の底から湧いてきた血の通っている言葉として受け取ることができるような気がした。吉本の一番に愛していた女が雅子であり、一番愛していた男が長峰であったということを、 彼女は十分頷くことができるのであったから。長峰がその死に際に自分の上に残していったいろいろの感情を、政子は折々自分の胸に書き立てて、吉本を憎み恨み、復讐を企ててみることさえあった。その復讐の対象者が病院の中で滴りかけていることをふと思い出しては、 惨めな悲しみのどん底へ突き落とされてしまうのであった。そして彼女を悲惨な感情のどん底に突き落とすものはただそればかりではなかった。彼女が生まれた家の家柄であり、彼女が属している階級の伝統であった。雅子の実家の家柄は、親の意志の加わらない結婚をしたものが、 その結婚を起援としてどんな不幸な環境に陥っていこうともはやそれは許すべきではないという掟きの尾を未だに引いている彼女はその伝統的な古い尾の中で自分の生活を自分で支えていかねばならないような立場に置かれていたそして彼女の属している階級は一度結婚をした女性がその夫を失った後に再婚によって幸福を得るということは ほとんど絶無と言っていいような習わしの中に横たわっていた。雅子は幸福を失ってしまっていた。彼女の前途には、彼女の見渡す限り黒い幕が重々しく垂れていた。彼女はそれを見つめながら、自分自身の苦悩に疲れ切ってため息をつくのが常であった。死んでいったものはそれでいい。 彼女のしばしばつぶやくこの言葉の中には、自分もあの時に一緒に殺されてしまった方がよかったという感情が多分に含まれていた。しかし、雅子は病院の中で心臓を腐らしている吉本をただに恨み憎んでいるのではなかった。最近の彼女の吉本についての思い出は、大抵彼を憐れむ感情に変わってきていた。 自分と同じように不幸だけを自分のものとして生き残っている前途の真っ暗な人間の新鮮な空気に触れることのできない宇治の湧きかけている心臓をそこに見いだした。ことにも政子は発作症状から覚めた時の吉本の感情と意識とをとてもたまらないものとして感じた。発作に襲われている間は全然意識を失っているのだから 感情を持たない人間として死人にも同様に何らの同情も要さないわけなのだが、冷めている時の束縛感を思うと彼女は涙が出たりした。そしてそれが自分に発しているのだと思うと、彼女は分けてもたまらない感情に襲われるのであった。気が狂うまで自分を愛してくれるなんて。 世界中にあの人ほど自分を愛してくれた人はいないのだ。そういう思いは彼女をひどくセンチメンタルにした。それは3ヶ月余りの同性から受け取っておいた長峰の愛情をさえ乗り越えることがあった。彼女は時にはまた彼らがあの時に話していた義英鏡のことを思い出した。あの場合、 義という言葉が何を意味していたのか彼女には一つの疑問でありただ一つの好奇的な対象でもあった彼女はそしてしばしば病院の中の吉本を見舞ってやりたいという感情に揺り動かされるのであった恋というにはあまりに悲しい暗さを持った感情友情という代わりに好奇的な冷たさを持った愛情を持って 空が青く冴えていた。吉本は長く伸びた髭の中に微笑みをたたえて、雅子を迎えた。どうなんですかその後は雅子は吉本の目を見つめながら言った。彼の目はドクロのように痩せた眼科の奥で疲れていた。 そろそろもう治ろうと思っているんです。発作を起こすなんて、そんな馬鹿らしい真似をする必要はなくなったようですから。もう。ではあなたは何か必要があってあんな真似をしていたんですかマザコは驚いて叫んだ。世の中の気影響は、僕をどんな風に映し取っていたんですかね 義英鏡って、一体どんな意味なんですのあなたと長峰とあの時もそんなお話をしていらっしゃったけど、私にはわかりませんでしたわ。どんな意味なんですの僕は、まさこさんが僕を見舞いに来てくれるとは思わなかった。まさこさん、あなたは僕をどうして憎まないんです。どうして恨まないんです。 それとも、皮肉なんですか吉本さん、あなたはどうしてそんなことをおっしゃるのあなたは今何でもないんでしょ発散を起こすことだってほとんどなくなっているんでしょ必要がなくなったんです。僕は、長峰という義影響を打ち砕くのが目的じゃなかったんで。 雅子さんという義英を作り変えるのが目的だったから。私には、わかりませんわ。僕の一番に愛していた人は、雅子さん、あなただったんです。それは知っていますね。同時に、僕の一番に憎んだ人もあなただったんです。 しかし、義英鏡というやつはおかしなやつだ。世の中のものを何でも歪めて映しているんだ。あの義英鏡名そして、僕にとうとう病人になることを教えやがったんだ。いや、病人の真似をすることを教えやがったんだ。あの義英鏡名 吉本はそれだけを叫ぶようにしていって、うつむいてしまった。吉本さんあなたは、私を悲しませようと思って長峰を殺したんですのあなたは、僕を愛しているんですか憎んでいるんですか私、お気の毒に思っているだけですわ。 憎んでいて見舞いに上がるわけはありませんもの。彼女はそんな風に言いながら持ってきた菓子などを風呂敷包みの中から取り出した。僕があの義英鏡に病人になることを教えられたばかりじゃないんだね。あの義英鏡め、いろいろなことを知っていやがる。雅子さんは、 世の中を義影響に例えて考えたことはないんですか一度考えてごらんなさい。面白いから。僕を病人だなんて。誰が吉本は、長く伸びた髭の中で、冷ややかに、寂しそうにして微笑んだ。